世界で一番売れている戦闘機、それは F-15 戦闘機です。今でも売れている。ボーイング社製 F-15EX、F-15 界の中でも近代化され、外側から見ると。F-15 ですが、中身は別物になっています。では、その最終形態 F-15EX を詳しく見ていきましょう。すごいの一言ばい。F-15 ファミリーの最終形態とも言うべき F-15EX が初飛行に成功し、2021年第1四半期中にアメリカ空軍に納入される予定とされている。第5世代戦闘機 F-35 の配備を急ぐアメリカが、なぜここに来て。4.5 世代とも言うべき F-15EX を導入することになったのか、F-35 との。性能比較やアメリカ軍の事情などから考察する。ボーイング社によると、2021年2月2日に F-15EX のテスト飛行が、アメリカ中南部のミズーリ州にあるセントルイス・ランバート国際空港で実施され、約90分間の飛行と電子機器、フライバイワイヤ方式の飛行制御システム、ソフトウェアなどの確認を行い問題なく、初飛行に成功したとのことで、この初飛行成功によって、2021年第1四半期中に、2機を空軍に引き渡すとしていて、アメリカ国防総省は、この F-15EX を2024年までに、80機を調達する方針であることを発表している。この F-15EX は、1980年代に配備されて、旧式化と老朽化が進む F-15C-D の、後継機種として、アメリカ空軍に導入される予定で開発が、進んでいた複座式戦闘機で、新しい、デジタル電子戦システムやフライバイワイヤ方式の飛行制御システムに大画面のデジタルコックピットが採用されている。さらにアドバンストディスプレイコアプロセッサーAI とオペレーションフライトプログラムスイート 9.1X によるアドバンスドミッションシステムには1秒間に870億回もの命令処理能力を持つミッションコンピューターが採用されていて、アクティブフェーズドアレイ、AESA レーダーが搭載され、空対空ミサイル用のハードポイントが12箇所もあり、9ギガに耐えられる。機体の耐久性とメンテナンス性の向上も図られている。今回の F-15EX の導入によって、今後のアメリカ空軍における、戦闘機の役割分担は F-35A が主力となり F-15EX が支援をする関係になると思われるが、この2機種の違いを見ていきたい。まずコスト面から見ると、この両機種の機体価格の差であるが、 F-35A の最新ロットの機体価格は初期から比べるとかなり安くなっており、米国議会が6機とマーティン社に要求している$8,000万、約89億円にかなり近づいた$9,000万、約100億円で、一方のボーイング社による F-15EX は$8,000万、約89億円とされていて、現時点では10% 程度の価格差があるものの、数年後には、ほぼ同価格になると思われる。まず、大きな違いは、F-35A が、第5世代で F-15EX は、第 4.5 世代というところにあり、そのステルス性能には、大きな差がある。
例えば、先日トルコが採用してアメリカの怒りを買ったロシアの最新防空システム S-400 で、この両機種は補足するとしたら、F-15EX は320km 離れた距離で発見されるが、F-35A なら 32km まで接近できるほどの差があるのだ。また、F-35A の最高速度マッハ 1.6、最高高度15,000m、最大兵器搭載量 9.9 トンでの航続距離 1,070km に対して、F-15EX は、マッハ 2.5、最高高度 21,000m、最大兵器搭載量 13.3 トンで 1,770km と、一見、F-15EX の方が上回っているように見える。そして、両機種の兵器搭載用ハードポイントの数は、F-35A が10箇所、F-15EX が19箇所と、やはり F-15EX の方がより兵器を搭載できることになる。しかし、F-35A では、ウェポンベイにのみ、兵器を搭載、ミサイル4機、した。ステルスモードの状態でなら、マッハ 1.2 で巡航するスーパークルーズが可能であるが、F-15EX では、マッハを超えるスーパークルーズには、アフターバーナーの使用が必須であり、燃料消費が増大するため、航続距離はかなり落ちることになる。このように比較すれば、おのずと F-35A が、星空戦闘における主力で F-15EX が、その支援や対地攻撃などを担当するといったような立ち位置の違いが、明確に見えてくるのである。また、両機種における運用コストには、現状では大きな差があり、F-35A を、1時間飛行させるために必要な費用は、35,000ドルとされているのに対して、F-15EX は27,000ドルで済むため、8,000ドルのコスト差がある。さらに、F-15EX では、現在運用している F-15C や F-15E と共有できる部品が、多いために、整備、修理におけるコストが安いとの利点がある。しかし、これについては、今後、F-35A の量産配備が進むことで運用規模が拡大されるにつれて、コストは低下すると思われるので、将来的に大きな問題となることはないであろう。現在のアメリカ空軍において、F-35A をこのままのペースで導入を進めたとすると、計画が完了する前に、F-15C-D の老朽化が進むために、空軍全体の戦力とそのバランスが減少してしまうことが予想されている。以前は F-15C-D の後継機種として、第5世代の F-22 が当てる目論みであったが、開発の遅れやコストの高騰などによって、2011年に生産を終えて、現在では、179機の保有に止まっている。アメリカ空軍では、現在、F-15 と F-16 による HILO ミックス、HILO ミックス、ハイローミックス運用を F-22 と F-35 で、引き継いでいく予定であったが、F-22 を諦めた現在、F-35A と F-15EX による HILO ミックス運用に切り替えて今後の第6世代戦闘機が開発されるまでの間をしのぐとしている。
これに対して、ネット上での日本国民の反応は、機体制御方式や、電子機器システムなどが、これまでとは別物としても、基本的な部分が、今でも有効とされる F-15 のコンセプトはすごい。F-15 どころか、F-4 を最近まで、運用していた、日本の航空自衛隊の F-15J の近代化が気になるが、かつて、模擬空戦で、F-104 に登場して、F-15 を撃墜したロック、岩崎氏のような、ケースもある。航空自衛隊でも F-2 を補う存在として、F-15EX を採用した方がいい。ステルス機の兵器搭載不足を補う意味でも必要だなど、F-15 の長命への驚きと日本にも、必要との意見が見られている。また、F-35A と F-15EX によるコンビネーションにも言及されていて、兵器搭載量が少ない、ステルス機と、多数のミサイルと搭載した。ステルス機とをデータリンクさせて運用すれば、ステルス機を敵地深く潜入させてロックオンしたターゲットを後方にいる。ステルス機から長射程のミサイルで攻撃することができるので、F-15EX の存在意義は大きいとしている。ただ、日本においては、専守防衛の立場であるために必要とされる航空戦力は、迎撃に特化していて、攻撃能力は、限定的で良いとされているので、それらを考え合わせると、他機種を使い分けるよりは、機種を絞って、F-35 に一般化するのが、効率的な運用ができると思われる。また、アメリカが、F-15 を新たに調達しようとしているのだから日本も高価な F-35 の導入を止めて F-15 にすべきだなどとの意見も見かけるが、そのような意見においては F-35 と F-15EX の特性の違い、先に挙げた F-15EX の開発、導入の経緯やこれまでの F-15 シリーズとは別物に進化したシステムなどについて、ほとんど理解ができておらず、説得力はない。